えー、有事の際に本当に国が責任を取るのか取らないのか、電力会社があ当然、責任を持って対処する、寄り添いたいと思いませんか、福島の復興をなくして、日本の再生はないんですよね、その復興ってことばにのは、人々の健康はないんです、事前に通告いただかないと、えー、承知をしてし今こで答えることはできません山本太郎君の質疑を行います。 委員長山本太郎君はい、えー、生活の党と山本太郎と仲間たち共同代表の山本太郎でございますよろしくお願いいたします、えー、社民党との会派希望の会を代表いたしまして質問いたします、えー、本日の質疑ですけれども答弁者は総理のみでよろしくお願いいたします、えー、私と総理との間の濃密な時間を邪魔されないようにぜひ助立はおやめくださいよろしくお願いいたしますそれでは参ります、えー、総理 原子力発電所の過酷事故が起こった場合ですね、原子力発電所にもしものことが起こった場合、国が責任を取る、そういうことで間違いないでしょうか。成功大臣 すみません濃密な時間をお邪魔して申し訳ありませんが、えー、やはり万が一事故が、えー、起きた場合はです、ね、政府として、えー、国民の生命、身体および財産を守ることは、政府の重大な責務であります。えー、関係法令に基づいて、責任を持って対処してまいりたいと思います安倍総理大臣。担当大臣から答弁したとおりでございまして。えー 国民の生命財産を国がですね責任を持って守っていくのは当然の国であろうと考えております山本太郎君。そうですよね、えー、まあ再稼働のときにも、えー、総理はです、ね、防災会議などでもそういうことをおっしゃっております、えー、おっしゃるとおりだと思います、原子力発電所が事故を起こした際には、国が責任を取る、まあ、こういう趣旨の発言、総理はずっとおっしゃってるわけです、そして今もおっしゃってくださいました、えー、非常に頼もしい感じがしないでもない。 というのはです、ね、この責任を取るという言葉あまりにもざっくりしすぎてる、よく分からないってった方が早いかもしれないですね、有事の際にはどのような責任を取っていただけるのか、総理、ご説明願いますか、総理安倍総理大臣。あのまあ、具体的にはです、ね、万が一事故が起きた場合、原子力災害への迅速な対応、すなわち事故の拡大防止と、早急な事態の収束や、自衛隊、警察、消防、海上保安庁といった実動を、 組織によるです、ね、各種支援を含め、えー、住民避難の支援、物資の円滑な供給、医師の派遣などが円滑に行われるよう、関係法令に基づき、責任を持って対処していくことになります山本太郎君。はい、えー、原子力発電所、まあ、これが暴発しちゃった場合に、そこを収めるための今、責任という部分でのお答えがあったと思うんですけれども、そこから抜け落ちてる部分がないかなと思うんですよね。 どちらかというと、再稼働される国民にとってみては、この部分が一番気になると思うんですけれども、原発事故が過酷事故を起こした場合、そしてそれを責任を取るというのは、これ、健康を害する、もしくは健康を害する恐れがある人々に対しても、もちろん国が責任を取ってくれるという理解でよろしいですか、安倍総理。安倍総理大臣この今例えば、えー お、っしゃっておられるのが、保証等ということについて、えー、かもしれませんが、この保証等等につきましてはです、ね、これは、えー、もちろん、えー、電力会社がですね、電力会社があ当然責任を持って対処するもので、えー、ありまして、それをそもそも国がということになれば、これは無責任な体制になってしまうわけでありますから、当然、これは、えー、電力会社が、えー、これ対応していく、責任を持っていくということになるんだろうと思います。 山本太郎君ちょっとそれ、話が違うように聞こえるんですよ、まあ、原子力発電所の暴発、この暴走を止めるためには、国は責任を持つけれども、健康問題、まあ、もちろん賠償を含めた健康問題という部分に関しては、国は責任を持たないっていうふうにも聞こえてしまうような、電力会社が電力会社がっていうふうにおっしゃってましたけど、そこら辺をですを、ね、はっきりしてくれないと、水俣、そしてアスベストのようにです、ね、まあ、こう今までのあった公害訴訟のように、要は被害者の方々が、 高齢になって亡くなっていかれたりとかしてからやっと国が認めるってことになっちゃうんじゃないかなって、はっきりすっきりと言っていただきたい、健康に被害がある、もしくは恐れがあると思われる人たちに対しても、国がしっかりとサポートし、責任を取ると、もちろん金,金銭面的なことには電力会社ってことがあるでしょうけれども、そこの部分をはっきり言っていただきたい。経経産産大大臣臣まままずずからら答弁してもらいますあのこれはです、ねま、ず今あの 対,あの対応をしているです、ね、福島第一原発の問題と、で委員がおっしゃっているような、まあ、今後、こんなことはあっては欲しくありませんけれども、 万,々万が一のことがあったときの場合に分けて考えなければいけないというふうに思っています。福島第一原発にかかる賠償、あるいは廃炉等についてはです、ね、事故を起こした東京電力が責任を持って行うことが大原則であります。その上で、平成25年12月に閣議決定をしておりますが、国としてもです、ね、適切に対応していくということであります。その方針を前提とした上で,です、ね、まず事故の当事者である東京電力に対しては、 今、さらなる抜本的な改革を求めるべく、きのう、第1回会合が開かれましたが、東京電力改革 1F 問題委員会を設置をしました、またもう一つは、全体論として電力システム改革の果実を、まあ、国民に還元するための総合的な改革を実行するために、総合資源エネルギー調査会のもとにです、ね、電力システム改革貫徹のための政策省委員会を設置をして、これも最近、検討がスタートしているところであります。 何らかの方向性が固まっているわけではありませんけれども有識者のご意見をいただきながら徹底的に検討してまいりたいただし福島第一原発に係る賠償廃炉等については事故を起こした東京電力が責任を持って行うことが大原則。そして国としても適切に対応していくということであります今後 万が一、他のところで、そんなことはないように、万全を期してまいりたいと思いますが、起こった場合の賠償のあり方については、現在、原子力委員会で,です、ね、専門家、有識者の皆様方にご議論をいただいているところであります。 山本太郎君いやなんか責任取るっていうのは、すっきりした話だったのに、これが人々の健康問題ってことになると、えら偉く細部まで説明をしてくださるっていう形なんですよね、ここもすっきり、責任取るからと、もちろん電力会社に責任を取らせるから、心配しないでくれっていうね、いつもみたいなキャッチフレーズで伝えてくれれば分かりやすいんですけれども、ここばっかりはキャッチフレーズにしないっていうところに、本当に責任取るのかな、取らせるのかな、だって今時点で考えてみても、東電に対する救済、救 その一方で、どんどんこの原子力、原子力事故による影響と思われる人たちに対する賠償というものは打ち切られ続けてます。 もちろんみなし仮説、自主避難された方々、そういう方々に対する保障というものもどんどん切られていく、そんな状況になってるんですよ、同じようなことを、次もう一回やるとっ,ったら、もっとうまくやれるんじゃないかなっていうようなうがった目で見ちゃう、まあわかりました、とにかく、えーとえー、いろんなシステムを使いながら、いろんな会議を通してやっていくっていうような姿勢は見えました。では有事の際に、本当に国が責任を取るのか、取らないのか、まあ、結局、話がうやむやにされてしまう。 どっっかかでで加加害害者者側が線引きすする加害者って誰ですか電力会社ですよ、それだけじゃない、ね、国策として後押しした国、被害者に対して、加害者が線引きをするという、今すでに行われているようなことが、もし次の事故が起こったとしたら、もっと上手にやられてしまうんじゃないかというふうな疑いを持った上でえで、ー、有事の際に本当に国が責任を取るのか取らないのか、安倍総理が言う責任という言葉の意味を、重みを。 検証していいきたいなと思いますテレビの前の皆さんもぜひご一緒にどうぞ、えー、2011年3月東電が原発事故を起こしました2011年6月福島県にお住まいの方々の健康不安を払拭するとの名のもと県民健康調査が始まりました県民健康調査スタートして今年で約5年半になります総理にお伺いしますこの県民健康調査で現在甲状腺が もしくは疑いとされた子どもたちの数、総理ご存ですか総理理存ですすかお願いいたします安倍総理大臣、担当大臣、あ大臣あ山本国務大臣、ちょっとまず担当大臣から答弁させます。環境大臣でございますんで、えー、甲状腺検査の結果については、医学等の専門家のご意見が重要かと思いますが、環境省が開催した専門家会議の中間取りまとめでは、 先行検査で発見された甲状腺がんについては、原発事故由来のものであることを積極的に示唆する根拠は現時点では認められないということにされています。また、福島県が開催した検討委員会の中間取りまとめでも、これまでに発見された甲状腺がんについて、放射線の影響とは考えにくいと評価されています。山本太郎君 あ、ええー、とすいません、数について先ほどの、えー、総理からお伺いしてもよろしいでしょうか。えー、現在工場線がもしくは疑いとされた子どもたちの数、えー、総理ご存知でしょうか。ご存知なければご存知ないとお答えください。安倍内閣総理大臣、数のようなことはですね、事前に通告いただかないと、えー、承知をしておりませんし、今ここで答えることはできません。ただ今あの山本、えー、大臣からお答えをさせていただいたようにですね、この絶対数 よりも、い、まあ、わばほかの県で甲状腺がんが疑われるということは、まあ、どこにもあるわけですから、それが果たしてほかの県とです、ね、比較して多いのかどうかということなんだろうと思います。<laughs> えーまあ、その点で,です、ね、その比較に特段にこれあの当該点が多かったということにはなっていないということは承知をしております山本太郎君。はい 通告しなきゃっていう、今ね、お話ね、後ろから応援団のお話からありましたけれども、通告をせずにお答えいただいたっていうのが、今国会で、今国会じゃない、2016年度の国会で36件もあると、ね、総理自身も、ご自身もあの通告のないご質問にも、えー、お答えになられてる、結構幅広いことですけれども、総理のことですから、何でも打ち返すと。<laughs> ね、例えば SMAP 解散回避についてもえ、危機としてお答えになっている、多くのファンの方々の期待にまた願いに応えて、グループが存続するということは、これは良かったのではないかなどなど、通告なしの質問にもお答えになっている、で、これはね、通告する市内の問題じゃないんですよ、どうしてか、通告する市内の問題じゃない、なぜか。 原子力事故が起こって、その影響と見られる子どもたちの甲状腺がんの数がどれぐらいに及んでいるのかということは、最高責任者である総理として、最低限知っておいていただきたい数なんですよ、これは。経済的なこと、例えばアベノミックス、ね、この先どうなるのか、道半ば、そういうことに関しては、霞が関のペーパーなしでも、総理はすらすらとお答えになる、そしてこのスマップの問題に対しても、すらすらとお答えになる。でも本当に この国に生きる人々の安全保障問題、特に未来を担う子供たちの、未来とこ未来を担う子供たちの今、危険性が迫っている。そういうことに関して、関心を払っていないということに関して、これが問題だと言いたいんですよ。 通告したらいいだろうって、通告したらいいってことじゃないんですよ。日常的にどこにフォーカスを当ててるかということを知りたいという意味での質問です。わかりました。ありがとうございます、えー。総理ですね、先ほどのお答えをしたいと思います。今年9月の最新情報によりますと、甲状腺がん、またその疑いは174人、良性を除いて174人です。続きまして総理にお伺いします。甲状腺がんになる確率、確率です。 どれぐらいかご存知でしょうか。もともと何人に一人の確率で甲状腺癌になると言われていたか。総理ご存知か、ご存じが、ご存知がないかだけで結構です。お答えください。安倍内閣総理大臣。あの。基本的にですね。基本的にその。い、えー、わば。 数値について聞くときにはです、ね、事前通告をしていただくというのがまあ基本的にはルールになっておりまして、事前通告をしていなければです、ね、お答えできないということになるわけでございます。まあ、そこで、えーまあ、通告がございませんから、お答えできないわけでございますが、大切なことはです、ね大切、先ほど申し上げましたように、えー、青森や山,山梨やです、ね、長崎で取ったこの甲状腺、えー えーがんえー、ですね甲状腺がん、えー、甲状腺に結節などが認められた比率がですね 青森県、山梨県、長崎県で行われた調査の結果と、まあ、大きく異なないということでございまして、このことについては私も承知をしているわけでございまして、まあ、要はです、ね、そこで、えー、特段に多くなっているかどうかということも非常に重要だと思うわけでございまして、絶対数ということであればです、ね、その絶対数がどういう意味を持っているかということについては、今のように比べなければ絶対数が持っている意味がわからないのではないかと、このように思います。 委員長山本太郎君ありがとうございます、えー、この責任、原子力事故が起こったときの責任という問題に関して、どこまでの範囲を責任と考えるのか、そしてどのように問題意識を持たれているのかということを聞くために、通告はしませんでした、総理ご自身がこのことを知っているのか、た例えば株価のことだったりとか、為替のことだったりとかしたら、今日の数字入ってますよね。それと同じように 今、命の問題と関わることに対して、総理がどのように向き合ってられるか、このことに対して知識があるのか、問題意識があるのかということを知りたかったんです。えー、総理にお答えしますね、先ほど、もともと何人に1人の確率で甲状腺がんが存在すると言われていたか、これ、鑑定に対してね、助言を行う方がおっしゃってます、原子力災害専門家グループの一員、県民健康調査検討委員会の初代座長、ミスター100ミリシーベルト、山下俊一さん。 2009年、日本臨床内科医会の開始でこうおっしゃってる、日本では思春期を超えた子どもの甲状腺がんを稀に見るくらいです、その頻度は年間100万人に1人と言われています、これは欧米、日本、ほぼ変わりありません、東電原発事故のあと、2011年10月にもおっしゃってる、日本原子力学会誌においても100万人に1人という稀な小児甲状腺がん、こうおっしゃってるんですよ。 あの山下俊一さんぐらいの方でもそうおっしゃってるぐらい、超レアケース、総理、100万人に1人、100万人に1人と言われているものが、約38万人に対して、174人、100万人に1人が38万人に174人、この状況っておかしくないですか、先ほど言われていました、長崎でも青森でってああ、青森でもね。 調査ををししたたというお話をされてましたでもね、それ、サンプル数少なすぎて、比較にならないんですよ、率直に聞かれて、100万人に1人が38万人に174人と聞かれて、これおかしいと思いませんか、いかがでしょう。う担当大臣山本大臣いか、大丈夫ですか、はい、山本光一環境大臣。 福島県が開催した検討委員会甲状腺検査評価部会の中間取りまとめでは、甲状腺検査の結果、甲状腺がんの悪性内視、悪性疑いと判定されたものが、甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病率に比べて、数十倍のオーダーで多いことが指摘されていますが、この評価としては、過剰診断の可能性が高いとの意見も記載をされております。 ですか安倍総理大臣。ただいま、山本大臣が答弁したとおりであります山本太郎君。すいません、その現場の医師、ね、福島の調査会の医師の中にも、これは多発だっておっしゃってる方々がいらっしゃるんですよ。多発だと認めないのは、環境省を中心とした国なんですよ。国を中心とした環境省、どっちか分かんない。 現場の意思はこれ多発だ、おかしいなっつってる、これをフォローアップ、他の県にも広げなきゃいけない、安倍総理は問題意識持ってましたよ、今、一か所だけじゃ分かんないところで言われてましたよね、さっきから。でも青森だ、どこだっていうところでサンプル取ったけれども、それ数少なすぎるんですよ、これ広げる必要はあるんです、総理、これ広げてもらえませんか、範囲を。福島県以外の範囲にも広げないと、総理、さっきおっしゃったじゃないですか、分からないって、その通りなんです、総理のご懸念の通り。 福島県のこの調査と同じように、他県でも同じような調査を行わなきゃ、これわからないんです、西日本、東日本、いろんなところで行わなきゃわからない、総理、このことに対して検討していただけませんか、いかがでしょう、総理にお願いします山本環境大臣。 今般の原発事故に係る住民の健康管理の医学等の専門家のご意見を聞きつつ進めることが重要と認識をいたしております。今、ご指摘の福島県外の近隣県では有識者会議を開催するなどして特別な健康調査は必要ないとの見解がまとめられておりまたあの国際機関である WHO やアンスケアの報告書においても福島県外での 健康調査の必要性は指摘されていないな状況であります環境省の専門家会議の中間取りまとめでは、福島県外での甲状腺検査について、施策として一律に実施することについては、慎重になるべきとの意見が多かったとされる一方で、健康相談やリスクコミュニケーション事業等を通じた丁寧な説明の重要性が指摘されています。環境省としましまては え専門家会議の中間取りまとめの内容を踏まえて、福島近隣県におけるがんなどの発生動向の把握を進めるとともに、リスクコミュニケーション事業の継続充実を図り、健康不安を抱えた方に対する丁寧な説明に努めてまいります委員長山本太郎君、はい、環境省に聞いたっていつも逃げなんですよ、総理、この、ね、甲状腺検査拡大するなら、私も今、縮小の話が出てきてるんです。 この状態で縮小していくということを、総総理理どう思われます総理安倍総理大臣。えーま、福島県を、えー、視察をした際ですね。 福島の県立病院の医学部においてです、ね、ここは主に福島県内において甲状腺のです、ね、検査を行ってきたところでございまして、この院長からもお話を伺っていたわけでありますが、多くの方々が不安を持って、万病院に来られてきて。 まあそこで,です、ね、このまあ年を取ってくると、このお結節等がです、ね、見られるわけでありまして、まあ、私もそこでやったらです、ね、こうう結節があるんですが、それしかし、えー まあ40、40, 50を超えればあるんですが、それが悪性かどうかというのはまた別のものになってくるわけでございますが、まあ、そこで,です、ねあの、その多くの方々に、これはもしかして、えーまあ、放射線由来ではないかという、まあ、多くの方々は,は不安を持っておられますから、それはそうであるかないかということについてもです、ね、これ、医学的にしっかりと説明していかなければいけないと、こういうふうにおっしゃっておられたわけでありますが、まあ、そこで私が先ほど申し上げたのは、えー、この福島県だけの絶対数ではなくて、果たして それがです、ね、他県と比べてその比率が多いのかどうかということが、まあ、これは問題であるわけでありますから、そこで青森と山,山梨とこれ、長崎でやったところですね、その顕著な違いがなかったという結論に達したわけでありまして、そのサンプル数が多いかどうかというのは、この、 疫学的に判断を下すこの私はです、ね、専門的な知識がまございませんので、それはまさにこの専門家の皆さんに判断をしていただきたいと、このように考えております山本太郎君。はい総理に聞いていただきたい声がある、2016年9月14日、福島県,県民健康調査検討委員会の際に出された資料、福島県立医大などに直接寄せられた福島県民からの声、放射線の影響は考えにくいではなく、分からないとするべきではないか。 他にも、影響がないという結論を先に決めているのだろう、結論ありきだ、他にも、大人にも通知を出して検査を推奨するべき、他にも、事故後に生まれた子どもの検査をしてほしい、他にも、成人後も2年おきに検査を推奨するべき、他にも、関東にも放射性物質が多く飛んでいるんだから、他の地域も検査すべき、他にも甲状腺がんのみならず、白血病や白内障など、他の症状についても取り上げ、検査すべきだと、このような声が実際にあります。 総理いいいいかかかがですかこの声に寄り添いたいとは思いませんか福島の復興をなくして、日本の再生はないんですよね、その復興という言葉には人々の健康はないんですか、国が迷惑をかけた、東電を迷惑かけた、そのことに対する罪の意識はないですか、今の声を聞いてどう思われますか、総理安倍総理大臣。 そうした声に耳を傾けていくのは当然のことであろうと思います。しかし、実際に例えばですね、福島に住んでおられる方々はみんな不安ですから、その不安にどのように応えていくかという、医学的に正しく答えていくことも大切でございまして、結節があるとですね、 結節があった段階で、これは驚くわけでありますが、しかしそれが直ちに甲状腺がんにはつながらないわけでございますし、またこの甲状腺がんは、どれぐらいのです、ね、これが死亡リスクがあるかどうかということについてもしっかりとです、ね、このコミュニケーションを図っていく必要があるわけでありますが、それが果たして本当に放射線の由来かどうかということについてはです、ね、それはまさにこれは医学的、科学的な見地を持って証明していく必要があるんだろうと。そののための 専門家の方々のです、ね、これはあの判断を仰ぐべきではないかと、このように思います山本太郎君えっと。最初の検査で問題なかった人たちが2年後に検査を受けて、もうがんができてたりとかっていう話にもなってるんですよ、総理、情報が古い、でそしてもう一つ、総理に聞いていただきたい声、県民健康調査検討委員会の医師、専門家たちの声。 清水修二委員、現在の評価は1巡目の検査まで、2巡目の検査の評価が出るまでは甲状腺検査縮小の議論はすべきでない、他にも、えー、清水和夫議員、最初は放射線の影響を考えにくいという報告をしたが、今は懸念がある、放射線の影響も考慮しながら検証していくべき、そして成井かなえ議員、事故の影響がなければ安心できる、事故の影響があれば国の責任を持って保証すべきことなのだから、縮小はしない方がいいと、しっかりと検査をしてほしいということなんです。この専門家たち この意見を聞いてどう思われます。山本環境大臣。二、はいえー、巡目の甲状腺検査は現在実施中であることから。えー、当該検査結果について、何らかの見解を述べられる段階ではございません。いずれにしましても、福島県の甲状腺検査については継続中ですので。環境省として、引き続きその動向を注視していくことが重要かと思います。委員長 短短くお願いしまます、はい、最後に手短に手とめます、えー、とにかくですね、今ここをちゃんとやっておかないと、まずいことになります、それで福島だけじゃない、それ以外の地域にも放射線であるかないかということは、後ででいいんですよ、どこら辺までの地域に対して、甲状腺がこんなに爆発的に増えてるかということを、国の責任として、総理に旗を振っていただきたい、オリンピックでも約束しましたよね、プレゼンで。 約束するって、この先もも未来もこの先の未来も健康被害は出ないということを約束しました、それを守ってください、よろしくお願いしますありがとうございます。